国際共産主義潮流のロゴ。1919年のザ・コミニスト・インターナショナル、エスレビューで最初に使用されたボリス・クストーディエフの作品をもとに作成された。国際共産主義潮流は、イタリア・ドイツ・オランダの左翼共産主義の伝統を受け継ぎ、各国の共産主義左翼組織が合同して1975年に形成された国際革命組織。 国際共産主義潮流は共産主義左翼の伝統にのっとり、労働組合を資本主義支配の道具とみなし、選挙や議会をブルジョア的欺瞞であるとする。また、極左組織をも資本主義の文化であるとする。日本では国際共産主義潮流と関係のある活動家たちが2008年10月に分析と交流を発刊した。 国際共産主義潮流は、イギリス、フランス、ドイツ、スイス、イタリア、スペイン、スウェーデン、ベルギー、オランダ、トルコ、アメリカ合衆国、メキシコ、ベネズエラ、ブラジル、インド、フィリピンに組織を持っている。また、アルゼンチンに支持者がいる。他の左翼共産主義組織や個人を、プロレタリア政治環境と呼び、討論や共同行動を行っている。 ありがとうございます。